まあ、今日はコメント欄の質問に答えつつやっていこうかなと思っております。まあ、まずそもそもの質問として、ストリートファイターコントローラーがないとできないのっていうのがありますけど、極論キーボードでもいけます。で PS5 コントローラーで余裕でできるし、もうそれすらないよって人は全然キーボードでもいけるんで、はい、興味持ったらぜひ買ってみて、触るだけ触ってみてみたいなこともできると思うんで。お、いいね。始めたんですけど、モダンにおいて十字キーとスティックの違いって明確にありますか？まあ、モダンのキャラクターの戦い方にもよるんですけど、俺はスティックでもいいかなと思ってます。で、十字キーのいいところはステップが出やすい。スティックの悪いところはステップが出にくいぐらいだと俺は思ってます。コントローラーの十字キーとスティックの違いは。あ、であとミスが多いか少ないかで言うと、十字キーの方がミスは少ないっすね。どっちかというと、やっぱスティックは不安定なんで、十字キーに比べて。ミスはスティックの方があるけど、どっちもできると思いますよ。俺は割とやるし、どっちも。モダンにおいてのキャラの特徴を知りたいです。モダンのいいところじゃあ教えましょう。ちなみに俺は格闘ゲーム、こと格闘ゲームにおいて、モダンは初心者専用の武器ではないと思ってます。むしろ初心者が上級者を倒してしまう最大の利点でもあると思います。まずモダンの利点1、入力が必要な技が簡単に出ます。初心者の方は基本モダンをおすすめします。なぜかというと、僕が持ってるコントローラー、パッドの人はここがスティックの部分だと思ってください。これを動かしてクラシックの人は技を出さないといけません。でもし波動拳を出したいなら、下右斜め右パンチ、これを一瞬で入力しないと波動拳が出ません。でもモダンなら見ててください、皆さん。左のボタンをいきますよ。これで出ます。これが強みです。ワンボタンで出ます、モダンなら。でもモダンにもデメリットがあります。ワンボタンで出る波動拳の種類が1種類しかありません。クラシックで出すと弱波動、中波動、強波動と 弱中強でいろいろ変えれるんですが、モダンのデメリットとしてはワンボタンで出る代わりに1種類しか出ませんよというものがモダンです。ちなみにモダンでも弱中強、クラシック入力すると同じように技出るんで、まあ、本当に極論モダンがマジ強いっすね。はい、なので、最近ストリートファイタープロシーンでもモダン使ってんだけどコマンドで技を出すっていう人がすごく多いです。でモダンだとちょっとね、火力が下がるんで、これ480で、普通の波動拳だと600、火力が落ちるっていうデメリットもあるんですけど、まあ、ここはまあそこまで気にしなくていいかなと。で、次モダンのいいところ、押すボタンが少ない。これがすごいんですよ。皆さん見てください、このアーケードコントローラー見えますか？これ映ってますか？これボタンが上4つ下4つついてるんですけど、モダンはここの4つのボタンが攻撃ボタンです。であとは自分でいろいろボタン変えれるんですけど、ここら辺のボタンがパリーとかインパクトになってるんですよ。で普通クラシックだと上のボタンがパンチ、下のボタンがキックで、ボタンがモダンに比べていっぱい使うんすけど、モダンはそれが少ない。でクラシックはそのワンボタンで一応投げとかパリとかインパクトとか押せるんすけど、ボタンがまあまあ足りないんで同時押しでやんないといけないみたいなのがあるんですけど、モダンは大丈夫です。全部ワンボタンで出ます。なのでモダンの方が同時押ししなくていいっていう点においてはもうめちゃめちゃいいです。で次モダンのいいところ、これですね。やっぱもうこれが本当に強い。ワンボタン昇竜、これ皆さん見ててくださいね。入力の部分、本来昇竜を出すとどういう入力をしないといけないか見ててくださいね。これです。竜で昇竜拳で上を落としてとなると、これの入力をしないといけません。これとこの前三角、これすげえ差があります。なんでかっていうと、この昇竜拳が出るまでの過程が長いんですよ、クラシックのコマンドだと。っていうのはどういうかというと、飛んでくるじゃないですか相手が。でクラシックだとそう、飛んでる時にこれを完成させないといけないんですよ。ほら見てください、反応一瞬でも遅れたらこういう風に潰されたりやられたりするんですけど、でもモダンだとワンボタンなので、どんなタイミングでもボタン1個でこれが出るんで、対空がめちゃめちゃ出んの。
ちなみにダイヤ対マスター対モダンの人が来るとマジで上が通りません。このゲームで相手に触れる方法って3つぐらいかな、3つあるんですよ。1つドライブダッシュで近づく、1つ歩いていく、あでもう1つあるその技で近づくってのもありますね。技で近づく、技でどんどん近づいていくってのもあるし、で1番が、まあ、飛びで近づくってのもあるんですけど、まあ、結構最初の方は飛びで近づくっていう方が多いです。このゲームマイステップで近づいていったりっていうよりかは。なので初心者の人、モダンを使ってるなら対空絶対出るようにしてください。これはね、もうモダンだと絶対に出したい部分ですね。対空は、対空が出るだけで相手の近づいてくる方法を1個潰せるんで、はい、モダンの人はこれマジ頑張ってください。本当に頑張ってください。でモダンのいいところ、自動ヒット確認っていうものがあります。モダンはなんと、はい、これあるでしょ。でこれガードされると見てください、ここまでなんですよ。これアシストボタン押しながらアシストコンボっていうのをやってるんですけど、このゲーム、ヒット確認っていう単語がちょいちょい出てくるようになるんですよ、やっていくと。でじゃあヒット確認って何ですかっていうと、この技があるあるでしょ、この技が、これを当たった時だけ必殺技を出すことをヒット確認とか言います。そうで、これをやんないとじゃあ何が起こるかっていうと、ヒット確認をミスって技を出しとくと攪拌をもらったりします。こういうので、そうやっちゃうと確定反撃っていうものをもらいます。そう、こういう風に痛いコンボとかが。でもモダンだとアシストコンボでやるだけで必殺技まで自動で処理してくれます。これめっちゃ強いです。モダン使ってて強い部分、これヒット確認を勝手にやってくれる、これは本当にね強いですね。そう、こういうのもあるんですけど、相手がじゃあ昇竜拳をミスりました、でやばい一番痛いコンボ入れたいって時にアシストボタン押しながら丸連打とかで最大勝手に入れてくれるんで、これは結構ねモダンでいい場所ですね。やっぱり相手がミスった、初心者隊で多いんですけど相手がミスったりするじゃないですか。そう、相手がミスった時にこう何もしないのが一番もったいないんですよ、このゲーム。だから相手のミスを見たらこれを連打するみたいな戦い方をすれば、相手のミスにしっかりとお仕置きができて、このこと格闘ゲームで勝てるようになるんで、そうモダンはこういうことしてくれるんで、結構初心者本当におすすめです。モダン使ってたらバカにされるって友達に聞きました。最初はそういうのあったんだけど、でもねもういろいろ覆ってきて、モダンマジ強いっす。ずーっと格闘ゲームやってるんで、クラシックの方が慣れてるんでクラシックなんですけど、正直どっかのタイミングでモダンでやりたいなって思ってます。でモダンの強いとここれです。これねプロもこれ目的で使います、モダンを。ワンボタン必殺技、何がすごいのって思うでしょ。これこの必殺技あるでしょ、これをクラシックで出すためにはこの入力やんないといけないんですよ。でもモダンだと三角の丸押すだけで出ちゃうんですよね、これが。これちなみにやばいっす、これマジで。これ何がやばいかというと、このゲームインパクトね、初心者動画にもねあるインパクトあるでしょ、こういうことができちゃうんですよ。これの何がそういうかというと、画面端でうわきつ、うわインパクト見えてボーンとか。これじゃあ今からクラシックモードで出そうとしますよ、インパクト見てから。わかります、これ無理なんすよマジで。見てからこの入力をこの間にしないといけない。でも、はい、見ててください、あもう簡単。じゃあみんなモダンでいくね。そうこのゲーム、あの多分詰めていったらモダンの方が絶対に強いです。でデメリット、じゃあ次デメリットいきますよ。デメリットはコンボが難しい。そうない技があるんですよモダンって。そうこういうのとかモダンないんですよ、こういうのが。そうでこれがないとじゃあどうなるかっていうと、最大コンボを狙うのが難しい。だからちょっとだけ火力が最大火力を取れなかったりします。でも正直な話ですよ、もう最大ダメージ取れるのと昇竜ワンボタンで出る
必殺技がワンボタンで出るっていうのをこう計りにかけた時いらないっす最大ダメージ。 あと今日言いたかったのはキャラ決め、キャラ決め、まあいろいろ見た目で決めたりとかもあるんですけど、そのキャラ決めでこのキャラ使うって言ってそのキャラ弱いよって言われても無視してください。キャラの強い弱いはダイヤ行ってからとかだし、自分ダルシム使ってるんですけど全然余裕で勝てるんで強キャラにも。はい、キャラクター決めるときに、まあ、強キャラ使いたいっていう人は調べて使っていいんですけど、自分のキャラが弱キャラでもじゃあやめよっかとかは別考えなくていい。僕ダルシムなんで。なのでキャラ決めはマジで自由に行ってください。このキャラかっこいい、この技かっこいい、このキャラ使いやすい、手に馴染むっていうのでもどんどん決めてください。でキャラ編、コロコロキャラ編していいです。はい、格闘ゲームなんでいきなり自分のキャラがめっちゃいい評価を受けたりするんすよ。このゲームこのキャラ強いよね。それで言うとキャミーも最初のうちは火力少ねえし弱えよって言ってなってたんですけど、2、3ヶ月だったらキャミークソ強ってなってるのが格ゲーなんで、はい、使ってたらどんどんキャラクターが好きになってきてどんどん強くなろうってなるんで。 CR カップで見てて思ってたんですけど、補正とか補正切りって何ですか。いい質問するね。このゲーム、じゃあ補正と補正切り、補正切りはまあ一旦補正からいきましょうか。まあこれは動画を見る人もまあ気になりますよね。補正なんですけど、このゲームコンボを伸ばせば伸ばすほど後ろでやった攻撃の単価が低くなっていきます。まずこの100列逆あるでしょ、はい、720ダメージで、これが500ダメージね、で合わせて1076。あれ500と720足して1270にならないといけないの。あれ持ってかれてるぞ。これが補正です。コンボを伸ばせば伸ばすほどこの必殺技のダメージの単価が低くなりますよっていうのが補正です。でこれは必殺技にも入ります。コンボの必殺技にもこの補正が入ります。で補正切り、よくある補正切りっていうのはダブルアップするってことですね。ダブルアップすること、このゲームで言ったらまあインパクトか、普通にやったらこういうコンボがつながりますよね。でもその途中でその補正を切る、だからこのままコンボしたら補正がかかって弱くなっちゃうけど、その補正を一旦リセットすればもっとダメージ入るよねっていうのが補正切りです。コンボで言ったらこうやってコンボして2574でしょ、これをやるより、まあこういう風にしたらこの SA、 この必殺技も補正かかんなくていっぱいダメージ入るよねっていうのが補正切りです。補正切りの技はキャラごとに違うし動き方も全部違います。置き攻めとは何ぞや。ああまあそうか、じゃあ置き攻めの説明いこうか。まあ置き攻めも簡単です。はい、このゲームで絶対にやりたいことナンバーワン、置き攻めっていうのは相手を倒した後に技を重ねることです。こういう風に、これのじゃあ何が強いのっていうと、一生攻めれるんですよ。ずっと俺のターンってなるんですよ。重ねるって何ですか。重ねるっていうのは相手が起き上がってくるタイミングで自分が持ってる技を相手に重ねるっていうことです。重ねるをどんどん掘り下げていきますので、フレームメーターを出すようになってきます。相手が起き上がる瞬間に、どうしても起き上がってる時ってこの技食らわないじゃないですか。起き上がってる方はこれ技食らわないじゃないですか、起き上がってる時って。でもどっかのタイミングで当たり判定は出てくるわけじゃないですか。その瞬間に技を重ねとけば、ほら分かります、重ねてるっていうことはこういうことなんですよ。相手が技を振ってるけど、こっちの打撃が相手が起き上がった瞬間に重なってるんで、相手は何も出せないんですよ。でこの重ねがミスったらどうなるか、ほらミスったら重ねができてないと逆に相手のショーパンチとかの暴れる動きに対して自分がもらっちゃうんですよ。なのでそう、この置き攻めの重ねのタイミングはトレーニングモードとかで確認しながらやるとね、すごいこの重ねができてればこういう風にね、コンボが入るんでね、これはどのキャラにもあります。重ねは置き攻めでもいろいろ種類があって、こういう投げとかもあります。置き攻めにで投げとか、まあ打撃とか
まあ言ったら飛びとかもあります。でも置き攻めが効かない相手もいます。どういう相手かっていうと、こういう昇竜拳の OD 技を持ってるやつには効きません。そういうやつに重ねようとするとこういう風にこれぶっぱなしって言うんですけど、格ゲー界隈では相手が昇竜拳とかを持ってる時は何もしないっていう、何もしないっていうのもあります。だここはもうぶっちゃけ読み合いです。そう、でもパナス側の方が基本リスクです。はい、そうミスってパナしてしまったら、そうこういうのされたりするんで。でじゃあ置き攻めされてる方はじゃあ何すればいいんですか。もう基本ガードしてください。はい、もう基本ガードでいいです。こういう風に、でこのゲーム打撃を重ねた方を、ほら見てチュンリここまで離れるのよ、2発当てただけで。だから我慢する。でこんぐらいの距離になったら技を振り返す。こうやって、そうこういう風に離れたら、あの反撃できるチャンスが回ってくるので、頑張ってガードしてください。でガードしてたら投げられます。しょうがないです。この投げられた後って基本どのキャラも間が空いたりするんで、相手の動きをよく見てください。この時相手が一生投げやってくるなって思ったら投げ押してください。いいですか。そうで投げを相殺したらもう美味しいです。こんだけ離れるんで、ガードしてない場合、ガードしてない場合いきますよ。もう下手しいここまで入っちゃいます。でもこれ食らうぐらいなら投げ1回の方が安いよねっていう。であともう一個、じゃあ投げに対しては相殺するしかないのっていうのがあるんですけど、投げにも弱点があります。飛ばれることです。投げも飛ばれたら、あの地上にいる相手、地面に足をついてる相手にしか投げて刺さらないんで、そうこういう風に飛べるんで、画面端で相手が投げてきそうだなって思ったら前ジャンプ入れてください。前ジャンプ、そうバックジャンプでもこういう風にダメージ取れてるんですけど、前ジャンプするとあの画面端が入れ替わるんで、こうやってぐらいかな。置き攻めはこんな感じで、はいお願いします。はい次めくりっていうのは何なんですか。いいね、めくりとは何ぞや。このゲーム普通の飛びの攻撃はこれです。でもみんな俺の左側見ててね、これクロスアップって出たでしょ、これがめくりです。普通この状態で相手の攻撃をガードするとき、相手は左側にレバーを入力しないといけません。はい、左側にレバーを入力しないとガードできません。でもめくりで左側にガードを入力するとこれ食らっちゃうんすよ。めくりっていうのはこれなんでかっていうと逆なんすよ、ガードを入れる方向が。なので相手がめくり攻撃をしてくるときは逆に入力してください、ガードを。そう逆にガードを入れるとめくりはガードできます。こういう風に相手の飛ぶ距離見て、あこれめくりだなみたいな、あこれめくりだなって言ってガードを逆に入れてあげる。でじゃあめくりはガードするしかないんですかってあるんですけど、ここモダンの人必見です。振り向き昇竜ってものがあるんですよ。これね、これモダン1日目でできます。これクラシックでこれやるのマーチむずい。いやプロでもできないタイミングがある。でもモダンマジですごいんですよ。これ何がやばいかっていうと、間に合うんすよね。これモダンの人はマジで確定っていうほどここで勝ってくる。これもう相手が画面端から出るために昇竜拳を一発食らわないといけないんだよね。なのでモダンで昇竜拳持ちのキャラは頑張ってやりたいね。これね、立ち回りを勉強したいんですがどうやったらいいですか。じゃあそろそろやるか。こっからはプラチナとかダイヤモンドでくすぶってる人たちに向けての講座になります。対戦中何を考えてるかっていう、まあこっからはコンボとか投げとかある程度できるようになってきた人たちへの向けてのものです。まずこのゲーム勝ちたいなら何をすればいいか、相手のことをよく知るです。相手がやりたいことを分かればこのゲーム勝率上がります。なので僕はよくいろんなキャラ使ってそのキャラの理解を深めたりするんですけど、
龍で言ったら、じゃあ龍は何をしたいですか。波動拳を打ってくるんですよ龍は。そう、波動打ってますよね相手が。うわきちーってなるじゃないですか。でそしたら波動に対してこうやって飛びを混ぜるようになるじゃないですか。でもし相手の龍が強い人だったら、これを逆手に取って地上を波動できつくしてわざと飛ばせて対空を狙うっていうやり方があります。そう、 うわきついなきついな飛ぼって時に、そう昇竜拳でそうこうやって落とされるんですよ。これになってる時点で龍がこのゲームをマインドしてるんですよ。だからルーク側はじゃあ何をすればいいかと、そう相手の球に対して OD の球打って相手をダウンさせて詰めたりっていう、この隙を作らないといけないんですよ相手の。じゃあどうすればいいか、相手に球を打ちづらくさせましょう。で打ちづらくするときに出てくるのがこの歩きガード、しっかりとそう歩きガードしながらラインを上げていく。で龍もこの距離になったら球打ちづらいんで、なんでかっていうとこの距離で飛んだら飛びが入るから龍側は打ちにくいんですよね球を。ここでで基本プラチナ隊とかでスタックしてる人はこれができてないっすね。そう相手のやりたい行動をひたすら受けちゃってる、この何もない状態、何もしてない状態でいきなり飛んでも落とされるんですよこのゲームって。そこに落とされるんですよ。でもここら辺でこういうの振りながらやった後って落としづらいんですよ本当は。でなんでかっていうと地上を見せてるから、この地上を見せてるからその意識っすよね。いやまあこれはでも実戦だとマジ落ちないから、この地上を見せた後いきなり飛ばれると これ割と落とされないから本当に、まあ、モダンには落とされる。そうで相手からしたらうわーこの中足食らいたくないなと思って下に集中してるわけじゃん、ガードしなきゃっつって、俺もなんかしなきゃって。だからこういう時に飛びがうまく刺さったりっていうのがあるんで、そうだこういうところを考えれるようになったらめっちゃいいね。だからまあこういう風に地上きつくしたら逆に相手が飛んできたりするからね。うわ地上きちいっつって、地上きちいっつって相手が飛んでくるんよ逆に。そうだからここで様子見して昇竜とかで落とせば、そうこういう風に落とせば置き攻めに行けるよねっていうのが意識、マジで意識で。これ画面端にも使えます、こっち来て。これこのゲーム画面端でプラチナ隊とかにも多いと思うんですけど、インパクト狙ってくる輩とかいるんで、もう基本俺は画面端行ったらインパクトくる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 って言いながらゲームしてます。でこれ言ってるのと言ってないのとじゃあマジで返せる確率違うんで、これ何もあーきつあーあーってなるんで。でもインパクトくる、絶対インパクトくる、まあこれでも返せない時あるんですけど、インパクトくるインパクトうわーっていうのができるんだよ。そうこれマジでこの意識超大事です、これマジで超大事です。これでプラチナ隊ぐらいの人は本当にこの意識ができてない、マジできない。あとプラチナ隊の人でよくあるのが、じゃあここガードしきりましたと、これガードしきりましたと、ここでその時に投げれました、これもったいない、これもったいないんすよ、これ投げが入ってるのはもう後ろ投げ一択です。もうそれするだけでもうきつさがもうガラッと変わるんで、これね結構できてない人いる、この投げとかをマジでもったいない、本当にもったいない。これはそう超有利になるんで、これできるだけでマジで。ダイヤ隊とか行きたいならこういう細かいところを絶対やった方がいいとか、あとは何かな、こう投げた後に置き攻めに絶対行くとか、そう上手い人は絶対に置き攻めを無駄にしないんで、戦ってる時もう置き攻め行けるところは絶対に行くんで。でもこれだけやればマジで勝てるようになるよ。そうで基本様子見マジ強い、相手が相手の動きに対して後出しするのが強いですこのゲーム。いいですか、そうここら辺で相手はだって画面端でさすることってさ、後ろにも下がれないし、もう前に行くしかないわけじゃん、相手に触りに。そうだから相手から動かないといけない状況なわけよ画面端って。そうだからこのゲームは画面端に相手を追いやろうねって。でそれは何ですかって言ったらこういうのが強いから。
そう、こういうのが強いから画面端に行かせましょうねっていうのが、これね、昇龍もね、ここでね、そう、昇龍とかも画面端で相手が前飛び、ほら当たるでしょ、前に行きたいやつに当たるんだよこういうのは、っていうのができるんですよ。こういうのを考えるようになればマジでもう相手に何もさせない。でそうなると、じゃあやることがないやつとやることがあるやつ、対戦ゲームで一緒になりましたってなったら結局やる方が勝つんで、っていう動かし方ができればこのゲームマジで勝てます。でそういうのが対策にもなってくるんで、キャラクターの、そうで、プロゲーマーはここら辺がうまいんですよ本当に。なんでその中級者とか上級者とプロゲーマーが戦った時にプロゲーマーが勝つ、まあプロゲーマーが負ける時もありますけどね、うん、誰かとは言いませんが、でそうなった時になんでプロゲーマーが勝つかっていうと、そういう嗅覚が鋭いんですよやっぱプロゲーマーは。あーそれ忘れてたっていうタイミングで技出すし、それ来るような、え、ここで出せないのってのも多いし、そう、いやこれきつい、あーみたいななるんで、マジでプロゲーマーそこら辺が強いし、コンボ精度も完璧だしで勝てないんですよね。そういうのが重なってくると格闘ゲームって勝てないんで。リーサルとかいうのがいまだに、あ、リーサルっていうのは、あ、これね、結構俺もね、分かんなかったさ。リーサルっていうのは、倒しきれるかどうかっていうのがリーサルだね。でも、焦ってると、やっぱ、その、高いコンボって長いしむずいじゃん。やっぱ、長いとさ、それだけ。でも、短いコンボって安定するけど、え、あの、ダメージは低いじゃん。だから、安定のコンボやっちゃうと、うわ、今の殺しきれたみたいのがあるんで、それがリーサルです。はい。はい、次。何でもいいですよ。詐欺飛びって何ですか？まあ説明すると難しくなるんですが、言ったら安全な飛びですね。画面端で、相手が起き上がりぶっ破してくるとするね。ぶっ破して、そう、こういうのがあるじゃん、こういうの。でもこれをそのめっちゃ強いタクで、相手が何もしてなかったら相手に打撃が当たるし、相手がぶっ破してたらこっちがガードできるっていうのがあるんですよ。ガードしてて、ほら打撃は当たるんすよ。で次ぶっ破して、ほらわかる、これの強さが。そうそうそう、どっちも対応してるんですよこれ。そこ、これズルっす。ちなみにこれがあるキャラとないキャラがいるんで、もうあるキャラはどんどん使っていった方がいいっすねこういうのは。でこれの強いのがあって、詐欺飛びって言ってんだけど、詐欺飛びするフリーもできるんですよね。詐欺飛びがあるがゆえに、もうこういうことしてくるやからもいるんすよ。で基本詐欺飛びって何もしないってのが定石なんすけど、やっぱでもその何もしない相手に対してこういう投げも入れれるんで、めっちゃ強いんすよね詐欺飛びができてるときは。っていうのが詐欺飛びっすね。でちなみにこっからあんまりみんなが教えてくれないスト6のいて強い動き教えます。歩きガードって分かりますか？このゲームってさ、みんなこういうのが強いじゃん、こういうドライブダッシュ強いじゃん。これをあんまり食らわないように歩くことを歩きガードって言います。どういう動きかっていうと、これです。これやってないやつは基本食らいます。ちなみにプロゲーマーもこれは基本みんなやってます。これをやれば何ができるかっていうと、中足を食らわずに相手に触りに行くことができます。これ結構ね、マジプラチナ隊からね、やりたいポイントではあるね、これ。なので、これ、基本覚えてみてください。